皆さんこんにちは、ハリーです。バウンティーラッシュ楽しんでるかい？今回なんですけども、と言っていた飛び込みじゃ、みんなこれ気づいてる？早速やっていこう。いやー、みんな6500万ダウンロードが来てどうだった？微妙？微妙っていう人もいるよね。なんでかって言ったらガチャがそうでもないからね。カイドウに興味ないよとか、早く新キャラ欲しいよっていう人も十分いるんじゃない？まあ多くいるはずだし、まあだったらまあダイヤもらえるし、まあゴブゴブみたいな感じで思ってる人いるでしょ。おい、そこの君だろ。まったく。いやだからね、それくらい、まあ微妙っちゃや微妙。まあ良かったといえば良かった。まあそんなイベントだったわけなんだけど、そんな6500万ダウンロードイベントの中で僕が一番いいなと思ったものがあります。それを紹介しようと思う。それがこちら、虹のダイヤ購入だよね。いやーみんな、これに関してさ、物議を醸してるわけじゃん。今絶賛物議醸してる中のアップル。いや、これによってダイヤ課金とかするための料金が一気に跳ね上がっちゃったわけじゃん。いろんな人も紹介してるんで、まあ僕のところではねちょっと割愛しますけど、まあ、これがまさかの課金要素として新しく来ちゃったのが、これ虹のダイヤ60個おまけ付きっていうのが来ちゃったんだよね今。しかもこの中身がめちゃめちゃ良くて、メダルなんだよ、メダル。しかも 18% 攻撃だけじゃなくて防御、体力、それぞれのメダルが来ちゃったと。3920円×3だから約1万円くらいで、まあ、これがゲットできちゃいますよということですね。いやーみんなどうこれ。まあ、個人的にはね、このメダルめちゃめちゃ欲しいなと思ってて今。っていうのもシャンクスを育てて、いや次どうしようかなと思ってたところで、来週さ9月のフェス限キャラクターが来るわけじゃん。でその9月のフェス限キャラクターっていうのはシャンクスの対抗キャラクターになることがほぼ確定だから、シャンクスとはまた別の要素のキャラクターになっちゃうんだよね。例えばね、今シャンクスにつけてるメダル、この3種にしてるんだけど、これよく使ってんだよね。なんかエモくない？ちょっとこれ、エロいよね。エロいじゃねえや、エモいだ、ごめん、エモいだよね。これね、一番下見てほしいんだけど、装着したキャラがキャラタイプ赤髪海賊団の時攻撃力が 18% 増加するみたいなのをつけちゃってんので、これはシャンクスにつけてるからまあいいかなとは思うのよ。まあシャンクスに使わないしね。まあなんだけど、他のキャラクターにも応用しようってなった時にさ、例えば今シャンクスのメダルを作ってて、ハンコック、バギーみたいなのを今作ってるんだよね、スキルには短縮されるやつ。これ今頑張って作ってんだけどさ、やっとハンコックが攻撃力で増加できた感じでやっと揃ったと。でもこのバギーとかハンコックとかのメダルを育成したいなってなった時に、これだと強化で体力かクリティカルしか出ないんだよね。つまり目当てとしてる攻撃力、防御力、体力っていうのが 18% とか 14% が出ないようになっちゃってんのよ元々で。っていうことはさ、今回のこのこういう 18% 継承メダルっていうのがあれば確定でそれがつくからめちゃめちゃいいんだよね。しかも赤髪海賊団の時みたいな限定した能力じゃなくて、はいオールで 18% つきますよっていうメダルだからさ、すげーいいわけ。いやだこういうのもみんな絶対ゲットしておいた方がいいよっていう要素になってくるんだよね。だから課金したい人は絶対ゲットしておいてほしいし、あ美課金でどうしよう、なんか課金しようか迷ってんだよなとかっていう人いると思うから、そういう人はねぜひこのメダルはゲットしておいてほしい。それくらいね今後結構必要になるよ。まあこの1ヶ月間くらいは必要になるって話かな。9月のフェス限キャラクターが多分シャンクスとは違う属性、違う相性、違うスタイルで出てくるはずだから、その時に必要なメダルが揃えられるようにこのメダルもねちょっとゲットしておいた方がいいかもしれない。みんなぜひ参考にしてみて。ということで見ていただきありがとうございました。こんな感じで今日は短編の動画をガンガン上げていくので、ぜひみんな見たいなと思った動画があったらコメント欄にお願いします。では次の動画でお会いしましょう。ではまた、みんな見てくれてありがとう。